アーキキャド入門編、敷地の基本。今回の動画では建築設計を始める前に用意しておく必要のある敷地について見ていきましょう。今回は基礎編ということで、高低差のある地形については扱わないので、そちらについては中級編にて解説していきたいと思います。敷地に関するデータは事前に用意されている、あるいは、国土地理院の地図データなどから事前に入手していることが多いかと思いますので、今回は事前に用意しておいた敷地データを読み込んで作業していきます。読み込む先は、1FL ではなく基礎下場にします。メニューバーのファイル、相互運用性から結合をクリックして、事前に用意しておいた敷地データを読み込ませていきます。縮尺はこの画面で設定することができて、配置の基準点なども同じくこの画面で設定していきます。そして、インポートするレイヤーもここで選択してあげると、このように、用意しておいた敷地データを読み込むことができました。少し位置を調整します。こちらが、敷地の全体、そしてこの部分が、今回の敷地境界線にあたるものと思ってください。ここから、敷地を実際に作成していきます。ちなみに今回のように図面データがなくて、例えば Google マップのスクリーンショットなどをガイドにしたい場合には、左側のツールボックスの画像ツール、こちらから画像の挿入を行って、それを下に当てた状態でこのような線を引いていく形になるかと思います。敷地を作成するにはメッシュツールを使っていきます。メッシュツールの設定を開くために、まずこちらをダブルクリックして、そして厚みを300ミリに設定しておきます。この状態で、メッシュツールが選択されていて、図形作成法で符形を選択します。そしてまずこの大枠になる部分、こちらを作成していきます。続けて、外区にあたるこの4箇所ですね、こちらを作っていこうと思うんですけれども、今度は今作ったこの大枠の上に乗っかってくるので、再度設定を開いて、厚みと地面からのオフセット距離、こちらを調整した状態で OK。 で今度は、区形ではないので、図形作成法のところを、ポリゴンに直して、順番に点をなぞっていきます。一通りなぞり終わったところで、3D ビューで確認をしていきましょう。少し見づらいので、こちらの土台の方の設定を変更して、材質を少し変えておきます。このような形になりました。最後に敷地境界ですが、また後の動画で説明するゾーン機能というものを使って設定をしておきたいと思います。こちらの線ツールをダブルクリックして、ゾーン境界、こちらにチェックを入れた状態で OK。 そして図形作成法は、こちらの連続にした状態で、実際の敷地境界に当たる部分をトレースしていきます。ここまでの作業を覚えておけば、あとはここの今作ったこのゾーンの中で実際の建築設計モデリングの作業に入っていけるかと思いますので、これで敷地の基本動画を終了したいと思います。それでは。